俺だ。もう全員で勝ち点3取って、はいはい、最高の開幕戦にしましょう、はいはい、準備は大丈夫ですか、はい、そうですか、はい、戦えます、大丈夫ですか、はい、大丈夫です僕は大丈夫です、戦場よということでじゃあ、はい、みんなで一つになって戦いましょう、はい、絶好調ですか。絶好調です全然絶好調に見えなかったですけど、あ、そうですか、うん、大丈夫ですよ、感動は絶好調です、よかったです、じゃあとりあえず飲みます、はいはい、おはようございます、おはようございます、まあ、いつものあれなんですけども、はい、今日は奥様に見透かされたということで、はい、今日は違う、今日は違うと、はい、いつもと違うと様子が、奥様のハイプレスを回避できずということで、今日はあれでしたね、詰められましたね、詰められました、はい、うわ、詰められましたね、マジっすか、はい、先を読まれてました、先読まれてました、はい、やばいですね、先日を新潟の、はい、宮本選手ばりに、やばかったです、今日はもうプレッシャーでしたか、はい、もうぼうぜんと立ちすくむ、立ちすくむだけ、はい、何もできず撃沈、はい、解散しますか今日いや神田ももうこれ徹底的にマークされてるでしょうね神田も、いや、やっぱりあの荷物がちょっとあれでしたね、何の荷物ですか、名前が入ってる、あ、神田のね、はい、あ、一つのもうあれですか、まあまあまあ、まあ、大丈夫です、まあ、今度から違う場所に送りましょう、それから名前変えましょうねもう名前変えましょう
ね、本当にもう名前変えましょう、偽名でいきますわ何がいいですかね、名前リー・ユーヨーとかいきますか、リー・ユーヨーとか、そんな感じそれやばいですか、やばいでしょ、それやばいですか、じゃあ鈴木一郎にしましょうか、鈴木一郎神殿なんとかとか、神殿ですか、神殿そのまま読むと簡単になっちゃう、神田は神をね、はい、もういい、あの音読み訓読みするとかだ、そうですねちょっとこのもうこれ以上チームからの脱退者を防ぐためにはまず奥様のご機嫌取りからしていかないといけない無理だろうな、どうしたらいいんだろうな、これだけはこう女性の気持ちだけは神田は本当42年生きてますけど全くわからないですわ、いや戦術が明確なんで、はい、戦術過程なんで、はいはいはい、はい、ちょっとそれはやっぱりこう何と何も言えません、何も言えないですか、そんな対抗はできませんし、せっかく天気がいいのに気が重いですね、はい、新潟が勝ったのに言い方勝ったのに、そうですね、気が重い、いやでもまあ、はいはい、まあ、そこまであの激しいプレスはかかってないんですけど、本当ですか、激しくはなかったんですけど、はい、見透かされたプレスなんで、いやもうそっちの方が怖いでしょ、そうですね、はい、そっちの方が好きですね、はい、何もできない、何もできないですね、対策がない、困りました、俺今日山口帰りましょうか、やばいです、そっちの方が、そっちの方がやばいです、明日明後日の、あそうかそうか、はい、あ、まあ、まだありますよいろいろ悩みが絶えないですね、はい、今日も楽しく、まあ、とりあえず行きましょうか、はい、お願いします、お願いします、あやっぱすごいですよねこの鳥、はい、もっと今日は裏側でバージョンですけど、ね、裏側バージョンですけど、すごいなマジでこの鳥、はい、いやすごいマジで、すごいなマジで、いや今日はお昼、あ1時に来たらもう結構売れてますね、大人気だ、スナップエンドウしかないですね、豆の数を増やしましたって大人気なんだろうな、すごい、エンドウ農園さんは人気だな、本当にすごい、いやリベンジ成功ですね、ありがとうございます、いや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 、あなたの手柄じゃないから あなたの手柄じゃなくて広橋さんの手柄だから、ね、ありがとうございます、おかしいからやりました、やりましたとかだと思いますけどありがとうございます、あなたが言って開けてもらってるわけじゃないんで、もう頼みますね、よっしゃ腹減った、今何時、2時っすよ、腹減った来たぜ広橋さん、イエーイ、いや車いっぱいだ、いっぱいだけど止めれます、あれが出る、あっち行きますか、美味しかったですね、最高でした、リベンジ達成ということで、はい、ちょっともろもろ準備してたから、はい、今2時半ぐらいですもんね、はい、明日の準備してたから2時半になりましたが、今からちょっと初の土地を、はい、に進出していきたいと思います、はい、
行きましょうか。はい、どれぐらいかかるんですか、ここから。30分ぐらい。あ、結構近いんですね。はい、じゃあちょっと本当はね、とちひめさんとか、はい、とちひめママの、はい、ママさんとかにお会いしたかったんですけどね、はい、まあ日中仕事してるでしょうからね。またちょっと山口のお土産を持参して、またね、はい、ちょっとお会いできる時にお伺いしたいなと思いますんで、まあ今日はちょっと初の土地をということで、はい、どういうところなのか、はい、ちょっとおじ散歩で探索じゃないな、散策か。そうですね、散策していきたいと思います。レッツはゴーということで、はい、もう腹いっぱいだ、マジで。もう今すぐベッドで寝たいですね。でもクリーミーで美味しいわ、本当に。だし売ってくんないかな。山口県に持って帰りたいですわ、この店ごと持って帰りたいですね。本当に。とりあえず行きますか。はい、美味しかった、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ですか、はい、とちひめママが言ってた看板は、はい、えなんかもうすぐですか。もう少しですね。ああ、本当ですか。はい、おい、来たぜ、ついに。とちお。とちおに来たぜ、ついに。来ました。イエーイ。お疲れ様でした。どこにあるんですか、道の駅。ここです、ね。ああ、そっちですか。はい、裏から来た。ああ、裏から来たんですね。はい、もうずーっと真正面に見えるのかなと思ってカメラ回してました。ああ、いや、全然大丈夫です。ここから、あ、ここなんですね。とちひめママが言ってた、はい、道の駅。はい、着きました、はい、楽しみだ。着きました、着きました。あ、すごいでかいですね、道の駅。そうですね、めっちゃでかすごい。あ、揚げたってあるですね、油揚げ。先食べます。そうですね、先食べちゃいましょうか。はい、うわ、すごい。とちお油揚げ。あ、油揚げって言うんですね。あ、言ってたな、油揚げって言うんですね。油揚げじゃなくて油揚げ。へえ、熱々ここで食べれるんですか。へえ、すごい。でけえもんな、マジで。七味かけます、ね。はい、かけてください。あ、はい、はい、はい。でか、マジで。うまそう。はい。ネギ付け。はい。え、ネギ付け。買えばよかった、ネギ付け。ネギ付けは万全です。ああ、次回来ますまた。めっちゃでかいですもんね。熱っ。ああ、大丈夫ですよ。あ、わかります、大丈夫です。ああ、7分で。はい。行きます。行きましょうか。北西に進みます。え、なんでここでナビ発動するんですか。いや早すぎるでしょ。いや一応、早すぎるでしょ。車乗ってからでいいでしょ。本当。行きましょう。はい、お疲れ様です。はい。いや、お疲れ様ですね。まだ今から行きますから。はい、都合悪くなったらすぐ立ち去っていくからな、マジで。この辺来たことあるんですよ。いや、わかんないです。ああ、わかんないですね。マスターも初めてなのか。いや、そんなに土地はぐるぐる行ったことないです。ああ、そうなんですね。はい、じゃあ2人して初体験。はい、へえ。まあ、土地勘がないんでどこかどうかわかんないですけど。へえ、確かにね。はい、へえ。ありましたね、鈴戸でしたっけ。鈴戸食堂、あれですね、あれ。はい、おー、ありましたね。いやー、楽しみだー。
はい、楽しみだ。鈴と食堂、次の信号を左折です。そこを左折なんですね。いやー、冷やし中華だったかな、ラーメンだったかな、何がおすすめって、はい、栃姫ママが言ってたんで、はいはい、昼もラーメン食いましたけどちょっと体に悪いですけども1日2食ラーメンしまいちゃいましょうかねラーメン全開ですか。いや全開ですよ、今日は朝からテンション高いんで、バリバリですね。初の栃尾に進出するんで、はい、さあどこだ、どこにあるんだ、どこ、あれどこ、あ、赤い看板のあ、あれですか、うん、いや見えましたね、はい、すげえ、なんか美味しそう、ミートソース、はい、ここっすね、ここあれ、なんだこれ、え、あれ、準備中なんなんすか、あなた、なんですかね、ちょっとマジちゃんと調べました、ちょっと待ってください、マジでね、本当に調べました、さっき空いてるって言いましたよね、さっき空いてるって、ちょっと待ってください、いやずっと待ってますよ、はい、さっき空いてるって言いましたもんね、調べた時、えじゃないですよ、ああ中で1時半いやもう、うん、1時半でもだいぶ前に閉まってるじゃないですか、で今何時ですか、今15時20分、いやもう2時間前に閉まってるじゃないですか、で営業が17時からしか開かない、いやもう無理やないですか、1時間半も待たないといけないんです、無理っす、何なんですか、なんでさっき空いてるって言ったんですいやいや、だって、あ、時間見てなかったのかないや、そうでしょ、いや、マジどうしましょうね、いや、ま、どうしましょうっつって、ね、いやまたリベンジ、何回そのリベンジですねって言うんですけど、これティラミス何でしたっけ、大福、ティラミス大福も食べてないですし、はい、あ、何でしたっけ、シュークリーム屋さん、ケーキ屋さんの、はいはいはい、ルーティシア、あ、ルーティシアのシュークリームもまだ食べてないですし、はいはいはい、でここの鈴田食堂の冷やし中華、はい、冷やしラーメンも結局食べれないし、はい、いやまた来いってことですよいいまた来いってことですよ広橋さんもファットじゃないですか、まあ、そうやけど、はい、マサニーヤに言われるとイラッとしますね、そうですか、いや調べて空いてるって言ったら来たのにマジか、すいません、また今度空いてると来ます、そうですね、栃姫ママたちと一緒に来ましょう、はい、食べたかったな、マジでもうまあ時間なんでさっさと帰りますか、いやいや、帰りたいだけでしょ、早く早く帰りたいだけでしょ早く帰りたいから嘘ついたんじゃないですか、本当に、いや、そんなことないですよ、方針は食べたいと思います、神田さんもバリバリ食べたかったでしょ、いや、俺はめっちゃ食べたかったっすよ、こっちが空回りするってこういうことですね、いや毎回空回りしますよね、前回バリバリです、まあ、か来月、はい、行きますか、はい、すいません栃姫ママ、マサニーヤのせいで本当にすいません、下調べちゃんとしましょうね、はい、毎回言ってますもんね、初めてのところはちょっと苦手ですね、いや新潟市内も結構店閉まってたし、あれもひどかったですね、いやいや自分で言います、自分で、まあ、とりあえず新潟市内向けて帰りますか、行きましょう、あーもうマジショックやわ、トシさんバイバイ、いやいやトシさんいねえから、あ、そうそうそう、はい、じゃあまた、はい、いやいいところですね新潟県は、いやいいですね本当にのどかで、いやいや、この自然とね、この景色が日本の宝ですよ、いや山口ですか、いや、あんま良さを感じたことはないですけどね、そうなんですか、あ、まあまあ、い
いところですもんね。いいところですけども、まあ離れてみてその良さは分かりましたけどね。まあ神田も東京に11年ぐらい住んでたから、離れてみてその良さは分かりましたけども、まあまあまあ、でも新潟県の方がやっぱいいとこですね。お米美味しいし、人は優しいし。ちゃんと遅れてたのに、はい、なんで最後の最後ね、こんな雑な服飾になるんですか。なんでこんな、こめかみ殴るよ、もう一回先輩ですけど、もう一回やっていいですか。なんでだろうね、あなたの携帯です。こんな間違って、どんどん、なんかいろいろおっしゃったんだよ。いや、わかんないぞ、それは。頼みますよ、マジで。待ってます。ずっとさっきから待ってるんですよ。こっちから。すごいね。衣装も決まってないから。あれって多分山本3歳からなんだよ。そうそう。確か、山本3歳から。後輩だったら、ズンってなるんですよ。ズンって。いわゆる、コンセプトアルバムってね、映像で流行ってた。本当に結構ありますね。これ、ありがとうございます。